全国1億2000万人のレ・ミゼラブルファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。先日ですね、ちょっと欲しいものがあって古物屋さんに行ってきたんですが、その時にこのサビサビのジャッキを見つけたんです。今日はこのサビサビのジャッキをメンテナンスしまいましょう。ちなみに2台で100円でした。まずは状態の確認ですね。動きますかね。お、こいつ動くぞ。やっちゃえ兄さん。俺矢沢平よろしく。こっちも動きますね。いい感じです。このジャッキはスクリュージャッキと言いまして、ダルマジャッキの種類の一つなんですが、油圧式ではなくてギアで動くタイプのジャッキです。80の車載工具のジャッキもこのタイプですね。それではサビを落としていきましょう。サンドブラスターが使えればサビ落としなんて簡単なんですけどね。サンドブラスターぶっ壊れてるんです。早く直さないと。サビ落としはこのくらいにしときましょう。潤滑スプレーを吹いてちょっと動かしてみますが、なんか水が出てきますね。ボルトを緩めて分解してみましょう。こうやってハンマーでボルトの頭を叩くと緩みやすくなります。さあ中はどんな感じでしょう。ちょっとヘドロの匂いがするんですけど。中にベアリングの玉とか入ってますんで、なくさないように気をつけてくださいね。っていうかこんなのバラす人いないですよね。はい、どんどんばらしていきます。てかジャッキなんてばらすの初めてですから、だいぶ手こずってますね。手が汚れる。ちゃんと手袋して作業しましょう。
作業台の上で作業しないとこうなります。このジャッキは2段ジャッキだったんですね。細い方のシリンダーが上がりきると、こちらの太い方のシリンダーが上がる構造になっているようです。っていうか、構造をきちんと理解して分解してるわけじゃないので、バラすのも試行錯誤です。全部ばらせたら灯油で洗います。てか今年灯油高いですよね。まあガソリンも軽油も高いですが、灯油が100円以上って、寒い地域の人は大変ですよね。暖房が灯油ですからね。まあ群馬も寒いんですけどね。灯油で洗って乾燥させたら、スプレーグリスを拭いて組んでいきましょう。本来は蛇腹のリチウムグリースとかを使いたいんですが、ちょっと手持ちがなかったのでスプレーグリスにしちまいました。80の足回り用のウレアグリスはちょっともったいないですからね。Thank you.
うん、いい感じですね。2段目もスムーズに上がります。このボルトのスプリングワッシャーだけ新しくしました。前のがちょっと錆びててダメになってたのでステンレス製のものに交換しました。ちょっとスプレーグリスじゃ柔らかかったですかね。まあどうせ後でまたバラしますから、その時はちょっと固めのグリスに変えましょう。はみ出たグリスを拭き取って完成です。はい、4倍速。オッケー牧場、オッケー牧場。それではまたね。まだやってるよ。こっちは後だな。